ナンバーワンです。打ち上げた、高く上がっている、レフトが下がっていく、アンツーカーまで行く、行くぞ、入った、プロ初ヒットはホームラン、しかもスリーランホームラン、逆方向への一発になりました。渡辺陸、その持ち味を見事に発揮、初めてのスタメン起用、最初の打席でスリーランホームラン。いやすごいですね、ようやく表情が若者らしくなりました、6ゲーム2軍で経験して3本のホームラン、これも左方向へ大きな打球だ、どうだ、入りました、なんとプロ初ヒット、初ホームランから2打席連発、これも逆方向、渡辺帰ってきました。いやー逆方向ね、すごいですね、打席の姿っていうのがやはりサイズも体大きいですからね。